今日はじゃじゃーん、これだね。これみんなわかるね。砂遊び。そう、今日はねキネティックサンドで遊ぶよ。よしし、俺様滑り台で遊びたかったのだ。僕は鉄棒で遊びたかったのだ。いや鉄棒、いやいや滑り台だ。いや鉄棒。そんなわけで早速この砂で滑り台を作ってみよう。はい、まずはこの砂で滑り台を作るためにはカッチカッチにしないといけないね。これをまずは台を作らなきゃいけないので滑り台だな。よし、まずはお山みたいに作っていこうか。よいしょ。階段の登るところも作るよ。え、そうなの？なかなか難しいこと言うね。よし、じゃあちょっと頑張って作ってみよう。って壁を登ってって滑る。じゃあこっちが滑るところね。よし。滑りやすいところ。こうやって滑り台を。よし。あ、2段に分かれたよ。じゃあ2段にする？2台にしよう。よし、じゃあこうやって。でもこれが大きめで、あのこれがこれぐらいの大きさの滑り台ね。よし、2段階の滑り台。よし、こんな感じかな。2段まだ階段できてないよ。じゃあ頑張るぞって登る滑り台にしよう。階段なしで危ない滑り台だね。よし、でもさ一応完成だ。見てみよう。この下からずっとこんな感じで上に滑り台がつながってます。登るところはちょっと階段ができてないんですけど、こんな感じで滑れるよ。長い滑り台で遊ぶぞ。まずは俺様1番行くのだ。じゃあ僕が2番目。よいしょよいしょよいしょ。さあ滑り台レッツゴー。ふー、あ、意外に滑るね。すごいキネティックサンド。じゃあ僕だよ。シュー。わあ、パマもすごいね。じゃあ俺様もう一回滑るのだ。僕はちょっとバケツで遊ぶ。イエーイ。バケツでお山作る。うわあ、アンパンマンなんかバケツで遊び始めたぞ。わ、俺様もちょっと。じゃあ、ワイキンマン入れてもいいよ。え、いい？じゃあこの中に、このちっちゃいバケツの中にこの滑り台をちぎって入れてみよう。よし、これをギュッギュッと詰めたら、ちっちゃいね。これをちょっと僕はその間滑り台。これひっくり返したらプリンみたいに出てくるのかな。あ、出てきました。ほら見て見て、かわいい。あ、やってって、ウリザメプリンできたぞ。ちっちゃいのができたね。ドキンちゃんに持って帰ろう。いや、僕が最初に食べる。プリンコゲット。あ、アンパンマンやめてくれよ。俺様プリン美味しかった。あ、みんな楽しかったかな。こういう砂場で上手に作ればね、あの滑り台も作ることができるんだね。みんなぜひやってみてね。じゃあまたね。バイバイキン。じゃあ今見ているこのスマートフォンとかタブレットのこの上の方にあるこの、白い丸いやつを押すと、そうするとこういった動画たちが出てくるんだね。この動画の中から好きなのを一つ選ぶと、そうすると動画が始まるよ。じゃあ先に行って待ってるね。もし動画がどこに行ったかわからなくなったら、ここにアンパンマンアニメと検索してみてね。検索するとすぐにアンパンマンアニメ&おもちゃこのチャンネルが見つかるよ。ここを押すと、そうするとこうした感じでいっぱい動画が、楽しい動画待ってるよ。じゃあ待ってるねー。